井伊直虎とお尋の方、女上司たちの戦国バトル。今や大河ドラマですっかりおなじみとなった井伊の屋、静岡県浜松市北区の女上主井伊直虎。彼女は井伊家当主の直盛の一人娘として生まれました。しかしその後、井伊家では戦死や今川家による謀殺で男性がいなくなってしまい、直虎が男性の名前で上主になりましたよね。直虎は意志が強く賢い女性だったようで、今川家の圧力や家老の裏切りにもめげず、激動の時代に領地を立派に守ります。そしてかつての婚約者が残した直政を育て上げました。その直虎が女城主となった1560年代、飯野屋の近くにあった引間城、静岡県浜松市中区の伊能氏にも女城主が誕生しました。彼女の名はお尋の方。宇津山城主の小原静真の娘で、引間城主の伊能貫達に嫁ぎます。その貫達亡き後、女城主になり城を守りました。このお尋の方は小さい頃から大石を抱えたり弓矢を操ったりした強い女性、気も強くかっこいい女性だったそうです。直虎とお尋の方、この二人の女城主は共に今川家に翻弄されながら、いつしか宿敵となりバトルを繰り広げます。二人の因縁は、なんとお尋の方が井伊家の当主直平を殺害したのが始まりでした。1560年代の遠江駿河。そんな毒殺事件が起こった背景には、遠江駿河の大混乱があります。皆さんもご存知のように、1560年の桶狭間の戦いで遠江駿河を支配していた今川義元が織田信長に討ち取られました。するとこの一帯の状況がガラリと変わります。義元の後継ぎの氏真がだらしない弱虫だったので、今川家はどんどん弱くなっていったのです。こうなると、それまで今川家の配下にあった領主たちが好き勝手に動き出すわけです。今川家の人質だった徳川家康は独立して三河を取り戻しました。やがて家康、武田信玄が今川の領土を狙い始めると、井伊や伊能など駿河遠江の領主たちは、今川、徳川、武田の誰に従えばよいのか悩みますよね。ここに生き残りをかけたサバイバルが始まったのです。井伊家の場合、井伊家では当主の直盛、直虎の父が桶狭間の戦いで戦死し、養子の直親が後を継いでいました。この直親はかつての直虎の婚約者。直親は幼い頃に実父を今川に殺され、自身も約10年間の逃亡生活を送って飯野屋に戻ってきたという大変な苦労をした人です。直虎とは結局結婚しませんでしたが、直盛の後を継いで井伊家を盛り立てようと頑張っていたところ、この直親も氏真に寝返っただろうと疑われて殺されてしまいます。そこで井伊家は仕方なく、隠居していた直虎のひいおじいさんの直平が井伊家の当主に返り咲きました。伊能家、伊能家も桶狭間の戦いで当主の範貫が戦死したため、その子の貫達が当主になりました。その奥方がお尋の方です。井伊直平を毒殺させたお尋の方、井伊家当主となった直平がある時、引間城を訪れます。実はこの時、直平は行き違いで氏真から疑われ、罰として徳川方に寝返った天野氏を責めなさいと命じられていました。引間城に立ち寄ったのはその戦いに行く途中でした。この時お尋の方が夫の貫達に囁きます。直平殿を殺しましょうよ。こんな時の女性って怖いですよね。お尋の方は直平を出迎え、笑みをたたえながら毒入りのお茶を差し出します。お尋の方の心の内を知らない直平は、かたじけないと茶を飲み干すと馬に乗り出発しました。ところが突然気分が悪くなり、体がすくんで落馬し死んでしまうのです。
直平の家来たちが引間城に引き返すと、城はすでに籠城してがっちり固められていました。また家来の多くも毒死したと言われています。お尋ねの方はなぜ直平を毒殺したのでしょうか。自分たち伊能家も氏真に疑われていたので、直平を殺してその疑惑をそらしたいと思ったようです。実は氏真の命令だったとも。他にもすでに伊能家が徳川家に寝返っていて、親戚の天の氏攻めをやめさせたかった、あるいは遠江で勢力を伸ばすためライバルの井伊家が邪魔になり直平を殺したのではないかなんていう説もあります。本音は分かりませんが、この時から直虎とお尋ねの方は因縁の宿敵となったわけです。直虎の復讐、頼りにしていた曽祖父を殺された直虎のショックは計り知れません。しかし恨みを晴らすチャンスは意外に早く訪れました。伊能氏の徳川への寝返りを疑った氏真が、貫辰を捕らえよと井伊家に命じたのです。直虎はここぞとばかりに城代の中野直義や二の近寄らに引間城を攻めさせました。ところがこの伊能夫妻、なかなか手強い相手でした。貫辰はなかなかの戦上手、徐城府のお尋ねの方と一緒に守りの固い城を盾にしながら鉄砲や矢をうまく使い、逆に井伊側の中野や新野を討ち死にさせたのです。井伊家では多くの兵が戦死してしまいました。お尋ねの方が井伊家をライバルと思っていたのなら、井伊家の弱体化は望むところ。井伊に勝ってしてやったりと息高らかだったでしょう。直虎は直平の復讐どころか重心も失ってピンチです。ところが今度はお尋ねの方が不幸のどん底に突き落とされる番でした。許すという氏真の言葉を信じて駿府に行った貫辰でしたが、駿府で貫辰は氏真の命により殺されちゃいます。この時お尋ねの方も一緒に戦って抵抗したと言われています。二人の女城主への道、当主の貫辰が討ち取られると、情けないことに伊能家の家来たちは慌てて逃げ出します。ならば私がとお尋ねの方が残った家来を束ねて女城主に収まりました。彼女は城の守りを固め、生き残りをかけて武田と手を組む準備を進めます。一方井伊家も直平が殺され、残された男性は直親の忘れ形見の幼い虎松だけになりました。直虎は若くして出家していたのですが、周囲の人々の考えで直系のお姫様である直虎が現属して井伊家の女城主となります。ちなみに直虎という名前はこの時から名乗ったものです。こうして毒殺事件をきっかけに宿敵となった二人が女城主になりました。ただし直虎も憎きお尋ねの方に構っている暇はなかったようです。直虎の敵はお尋ねの方だけではありません。今川家が無理難題をふっかけてくるわ、家老の小野が直虎を追い落とそうと悪巧みを仕掛けてくるわで、家を守るのに必死でした。でも直虎は頭脳を使って次々とピンチを切り抜けていきます。今川家が押し付けてきた特性令、人々の借金を帳消しにすることを何年間か知らんぷりして、その間に領内の貸した側の商人が困らないように準備しました。また城を斧に乗っ取られてついに大ピンチになったこともありました。そこで直虎は、これからは徳川だと徳川家康を遠江に引き入れ、飯野屋城を奪い返し、斧を処刑して女城主に復帰します。お尋ねの方最後の戦い、再び女城主となった直虎がついにお尋ねの方と決着をつける時が訪れます。直虎は遠江での勢力拡大を狙う家康を引間城へと案内しました。ただし家康はお尋ねの方に、この城を明け渡せば家臣は召し抱えるし、あなたの生活も保証しますと好条件を出しています。でもね、
伊能家だって今川家の優しい言葉を信じて騙されてきたわけです。だから家康の言葉も簡単に信じられません。それに徳川より武田の方が強そうだし、おまけに自分を恨んでいる直虎が徳川についているのも何か裏がありそうだしということで、お尋の方はやっぱり武田に味方すると決めます。武田が今川も徳川も、そして井伊も一気にやっつけてくれるはずと期待したのかもしれません。ところが武田を受け入れる前に家康が攻めてきました。お尋の方は最後は意地を貫こうと決めます。私は女といえども、もののふの家に生まれたものであれば、おめおめ降参することはできません。これが女の志です、と家康からの降伏の勧めを突っぱねたのです。お尋の方は約700人の家来たちを指揮して、押し寄せてくる徳川軍の兵を300人も討ち取ります。しかし大軍の徳川勢がどんどん攻めてきて、三の丸二の丸と破られていきました。お尋の方は覚悟を決めます。火落としの鎧に同じ家の兜をつけ、薙刀を振るって17人の侍女とともに敵中に切り込みました。無双の剛力で徳川兵をバッタバッタと鮮やかに薙倒し、メイドの土産にと血祭りにあげていきます。はじめは女と侮っていた徳川兵も本気になり死闘に。お尋の方は城から出て力尽きるまで戦い抜きました。精一杯戦って最後は討ち死にしたとも切腹したとも言われています。こうして直平を毒殺したお尋の方が死んで、直虎は復讐を果たしましたが、お尋の方も女の志を貫いた点では負けていませんよね。椿姫塚。お尋の方も直虎も家と家臣たちを守るために奮闘していただけなのに、いつしか運命によって宿敵同士になってしまいました。そんな中でも自分の生き方をそれぞれ貫いた姿はかっこいいと思いませんか。直虎は根気強く家を守り抜いた頭脳派の頼もしい女城主です。この後も後の徳川四天王と呼ばれる井伊直政を育て上げ、徳川家へ出仕させます。井伊家の彦根藩主への道を切り開きました。一方でもののふの生まれらしく自ら道を切り開き、最後は女の志を貫いて散ったギラギラしたお尋の方も、戦国の序結にふさわしい女城主だったのではないでしょうか。なお家康はお尋の方を気の毒に思って、彼女と侍女たちを年頃に弔い、祠を建てて祀りました。お尋の方と親戚だったという家康の正室築山殿がその死を悼み、塚の周りに多くの椿を植えたため、椿姫塚と呼ばれています。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。この写楽のボタンを押してくださいね。あとこちらの動画ももしよろしかったらご覧くださいませ。どうぞよろしくお願いします。